フランス語の読み方と発音に興味がありますかそれはとても大事なことです。この YouTube チャンネルでフランス語の入門から昇級までのフランス語の読み方と発音を丁寧に紹介したいと思います。フランスの小学生が勉強している方法と同じく、まあ、日本も、ね、似ていると思いますけれども、 発音の、一つの文字を紹介してで、その文字はどの発音をするかということを紹介したいと思います。あとは発音記号ですね、ここです。発音記号というのがあって、全世界で使われている発音記号、まあ、それも紹介しています。辞書に書いてありますので、あのその後、あの力になりますので、 あのぜひ覚えていただきたいと思います。特に難しいと思っている発音は、あやっぱりこういうあの発音記号があるんだなということが分かると本当に力になると思いますので、ぜひそれも紹介したいと思います。あちなみに私はフランスです札幌市またはネットでフランス語を教えています。あと札幌市でフランスの文化も紹介しています。 はい。自己紹介が終わりましたので、どういうふうに紹介したいかということ、どういうふうに教えたいかということを少し説明しないと何をすればいいかわからないですね。少しずつすべての最も大事な発音を紹介します。今日は「あ」です。まず「あ」はフランス語と日本語は全く、全く、全く同じ発音です。だから英語のア「あ」ではなくて、日本語と同じくの「あ」です。 いいでですす。ね。ね。食べる、ね、枝豆と同じあですいや私は枝豆が好きだけれどもはい、で、文で紹介しますのでその文の意味をもちろん紹介しますね発音は難しくない日本語と同じだから長く説明しませんあですねただ読んだ時には英語ではなくてフランス語の日本語と同じ発音のあをお願いしたいと思います口開けないとあは言えないですね このビデオの目的は、やっぱり口が見えるようにですね。はい、じゃ次の下の部分を読んでいきたいと思います。まず聞くだけで大丈夫です。繰り返さなくても大丈夫です。まず発音を聞いて集中してもらいたいと思います。まず文章を言います。その後の意味を紹介しますね。あんしゃ、c ー a t パリ。あんしゃ、à ー a r パリ。 何度もあがありましたよね。はい、それをじゃあゆっくり意味としてね。あんしゃ、猫。一匹の猫。マーシュは歩いている。で、あ、パリ。パリに歩いています。いいですね。あんしゃ、マーシュ、アパリ。 じゃあ繰り返してもらいたいいたと思います少しずつ学んだあの発音が増えるからどんどん自信がつきます。最初は、ね、いろんなのが難しいかもしれないけれども今はただ「あ」の読み方の練習ですね。いいですね。これもイントネーションとメロディーの勉強になりますので私と同じく繰り返してもらいたいと思います。 Un chat marche à Paris. Un chat marche à Paris. Il est, non, la courette, il pique non n'est quoi, par l'idée de la réponse. ちなみにこの文章はまあ、文法のためには、ね、勉強になりますけれどもあの何よりも発音の練習のためですですから時々、まあ、あのそんなに役に立たない文章がありますけれども怒らないでくださいそういう目的ではないです目的はあくまでも「あ」の発音と読み方を練習させることですはいこれで最初のビデオが終わりました「あ」の勉強でしたこの フランス語であを見てたら基本的にあと読みますので楽しくフランス語を勉強してください。フランス語でした。ネットでフランス語の発音と読み方の最も役に立つ、あのー、サイトを作ってますので時間がありましたらぜひ見てください。それでは、おわ